IBM 407会計機作表機は会計機とも呼ばれてデータ処理を電子計算機によるようになった以前にパンチカードを使ったパンチカードシステムのみで処理した時期にその最終工程で分類されたカードを読んで小型、総型を計算して作表し結果を印刷する機械であったハーマン・ホレリスが発明し1890年の米国国勢調査のデータ処理で 初めて使用された。その後コンピュータが普及するまでデータ処理に広く使われた。英語のタビュレーティングマシンは競技では作表機であるがカード先行機、カード健康機、カード分類機、作表機など全体を製造、販売した会社が一般にタビュレーティングマシン会社と呼ばれたため英語で講義にはパンチカードシステム機器全体を意味することもあって 紛らわしいので講義では、ユニットレコード機器という言葉がよく使われる。コンピュータ歴史博物館にあるホレリスのタビュレーティングマシンと、ソータホレリスのパンチカード1880年の国勢調査は、集計に7年を費やし、結果が出た時にはすでに時代遅れの数値と言わざるを得なかった。1880年から1890年に、 かけての移民などを原因とするアメリカ合衆国の急速な人口増加により、1890年の国勢調査は約13年かかると予測された。アメリカ合衆国憲法は国勢調査の数値をもとに、州ごとの課税配分と連邦議会の州ごとの定数を決定することを要求していたため、もっと素早く集計する方法が必要とされた。この目的のため、 1880年代末頃、パンチカードはホレリスにより発明された。発想のもとは直接には、鉄道の切符において、車掌が切符に穴を開ける位置によって、情報を付与していたところからである。同様のものは、機械制御用として、以前から存在しておりたえば、ピアノロールは、楽曲のデータを、ジャカード食器のそれは、布の柄のデータを記録しているものと見ることもできるが、 それをデータ処理に利用したのがホーレリスの発明といえる。ホーレリスは紙が絶縁体として機能し穴の開いたところだけ電気を通すことができると気づいた。投書紙テープを試してみたが最終的にパンチカードに到達した。ホーレリスは丸い穴を12行24桁の格子状に開けるパンチカードを採用した。彼の機械は軽電気を使って 機械式カウンターをインクリメントする。バネ付きの針金がカード読み取り機の上部に並んでいる。カードは水銀のプール群の上にセットされ、各プールはカード上の各穴の位置にある。針金をカードに押し付けると穴のある位置では、針金が水銀のプールに浸り、電気回路が形成される。その結果がカウンターに送られ、ベルを鳴らして、 カードが読み取られたことを操作者に知らせるのである。タビュレータには40個のカウンターがあり、それぞれ100個のメモリがついたダイヤルでカウントを示す。ダイヤルには2本の針があり、1本はカウントアップするたびに動き、もう1本は全車が1周するごとにカウントアップする。そのため、カウンターは最大1万までカウント可能である。カウンターには、 パンチカードの特定の穴を対応させることができ、軽電機による一種の論理回路を使って一連の穴の組み合わせをカウントさせることもできる。例えば、既婚の女性をカウントするなどである。またカード格納部が複数あって、読み取った情報に従って一箇所のカード格納部の蓋が開き、そこに読み取ったカードが落とし込まれるようになっていた。 コーレリスの技法は1890年の国勢調査で採用された。カードには年齢、住居種別、性別などの情報がコード化されて格納される。事務員は集められた情報をカード上にパンチすることができた。1890年の国勢調査は予定より数ヶ月早く18ヶ月で完了し、その期間内に二重チェックも行われた。 予算よりはるかに少ない金額で済んだ。この技術が会計や在庫管理に利用できることは明らかだった。ホーレリスは1896年タブュレーティングマシン社を立ち上げた。同年ホーレリスインタグレーティングタブヤレーターを発売。これは単に穴を数えるだけでなく数値を穴の列で符号化し、それを累算していくことができる機械である。 パンチカードの読み取りは従来と同じ水銀を使ったものだった。1900年に発売したホレリス・オートマティック・フィード・タブヤレーターは自動カードフィード機構を備え1900年の国勢調査に採用された。しかし1901年国勢調査局の長官ロバート・ポーターは大統領が変わることに伴ってぼねを去りイギリスへ帰国することとなった。ちなみに ポーターはイギリスでブリティッシュタビュレーティングマシン社を設立。これが後の ICT となった。国勢調査局の新長感とホレリスの関係はうまくいかず、国勢調査局はジェームズ・ルグラン・パワーズという技術者を雇ってタビュレーティングマシンの改良を行わせた。パワーズはタビュレーティングマシンに印刷機能をつける改良を行い、やがて パワーズ会計機会社を創立した。プラグボードは1906年のタイプ1で導入された。1911年、ホーレリスの会社を含む4社が合併し、コンピューティングタビュレーティングレコーディングコーポレーションとなった。1920年代には印字機能付きのタビュレータ、プラグボードを着脱可能なタビュレータが登場。1924年、CTR は インターナショナルビジネスマシンズと解消。IBM はタビュレーティングマシンの改良を進めていった。1950年代に電子式コンピュータが製品化されてからもタビュレーティングマシンは広く使われ続けた。なお、パワーズ会計器も1927年にレミントンランドに買収され、スペリーによる買収を経て現在のユニシスに至る。タビュレーティングマシンの用途の多くは IBM 1401などのコンピュータに置き換えられていった。ファールごと RPG というプログラミング言語はそのような移行のために開発された。タビュレータの制御パネルはマシンサイクルに基づいているので、ファールごと RPG はマシンサイクルの基本をエミュレートしており、プログラミング教材はプラグボードと言語のコーディングシートの関係を示していた。 IBM402 会計機のコントロールパネル会計機の操作は、プラグボードでワイヤリングすることによって行われた。基本的な形態では、作表機は一度に1枚のカードを読み取り、カードの一部をファンフォールド紙に印刷し、場合によっては並べ替えて、カードにパンチングされた一つまたは、複数の数字をアキュムレータと呼ばれる一つまたは、複数のカウンターに追加する。 初期のモデルでは合計を取得するためにカードの実行後にアキュムレータレジスタのダイヤルを手動で読み取っていた。以降のモデルでは合計を直接印刷することができる。特定のパンチを持つカードは異なる動作を引き起こすマスターカードとして扱われる可能性がある。例えば顧客マスターカードは購入した個々のアイテムを記録するソートされたカードとマージできる。 請求書を作成するために作表記で読み取られると、請求先住所と顧客番号がマスターカードから印刷され、次に購入された個々のアイテムとその価格が印刷される。次のマスターカードが検出されると、合計価格がアキュムレータから印刷され、通常はキャリッジコントロールテープを使用して、ページが次のページの上部に排出される。 パンチカード処理の連続した段階やサイクルでは、十分な装置があれば、かなり複雑な計算が可能であった。現代のデータ処理用語では、各ステージを SQL 区と考えることができる。情報を集めるセレクト、次に絞り込むウェア、次に合計とカウントのグループ倍、次に相当の相当倍、そして必要に応じて別のセレクトとウェアのサイクルに、それらをフィードバックすることができる。 人間のオペレーターは、各段階で様々なカードデッキを取り出し、ロードし、保存しなければならなかった。前身のタビュレーティングマシーンカンパニーの機種も含めて、IBM 会計機には次のような機種があった。など、前身のレミントンランドの機種も含めて、ユニバック作表機には次の機種があった。などこの他に、パワーズ会計機会社、英国作表機会社、東芝、富士通なども、 作表記を出していた。スーパーコンピューティングという言葉は1931年、ニューヨークワールド氏が、IBM がコロンビア大学に納入した大型特製タビュレータを指して使ったのが最初である。ありがとうございます。